次の電光爆橋は前提の幅が狭いため、降りの際には電車や自動車に十分ご注意ください。鉄道テロを未然に防止するため、不審物を発見した場合、触らず乗務員または係員にお知らせください。では開きますので、しばらくお待ちいただきます。